こんにちは。デザインシステム計画研究室です。これから研究室紹介をさせていただきます。まずスタッフ紹介です。当研究室は MD メジャーの原田俊信教授により運営されています。略歴などはスライドをご覧ください。原田教授は日産自動車にて市販車やモーターショーカーの外形デザインを担当しておりました。その傍らデザイン企画、評価方法の開発、社内への普及を行っておりました。和歌山大学に着任してからもデザイン方法論に関する研究や授業を行うだけでなく、デザイナーとしての実務経験を生かしデザインの演習も担当しています。続いて研究活動の概要をご紹介します。研究のキーワードなどはスライドを参照してください。端的に言うと、形の研究、感性に関する研究、その間をモデリングする研究となります。具体的にはデザインを分析、評価、推論するために新しい手法を開発する研究と、形状デザインやUI、UX デザインはどのようなデザイン要素から構成されているのか、それと感性との間にはどのような関連があるのかに関する研究、さらに開発した新しい方法論を実際の製品・サービスの開発や形成外科手術に応用しています。研究業績です。特に大学院に進学した学生は査読付きジャーナル論文に投稿しています。それにより大学院時代に貸与された奨学金の返済が免除される学生が大勢います。ここからは研究室に配属になった3年後期からの活動をご紹介します。3年生の後期に研究室配属があります。そこからは授業では深く勉強できなかった分析方法の数々を学ぶことになります。近年ではニューラルネットワーク、形式概念分析、ラフ集合に関する勉強会や VR、AR ほか様々なデバイスを使った研究の紹介を先輩が指導役になって行います。興味のある分野、将来の進路を早い段階から考える機会にもなっています。当研究室では企画やデザインの実践を積むため、年に 1、2 件の企業との共同研究プロジェクトを行っています。いくつかご紹介しましょう。まず、地元のリサイクル企業である松田商店さんとの企業プロジェクトです。このプロジェクトでは、キャラクターデザイン、絵本制作、集められたペットボトルを粉にして、それを材料として作ったダストボックスのデザインを行いました。また松田商店さんの本社2階の会議室を改造して社会見学のためにテーマパーク化しました。そこで流される電子絵本2編も制作しました。続いてこちらは地元の木材メーカーさんとの企業プロジェクトです。木片を粉にしたものとプラスチックを混ぜて、それを材料に作ったトレーのデザインを行いました。これはスターバックスで採用されました。続いてこちらは南海電鉄さんとの企業プロジェクトです。和歌山大学前駅の開業の際に電車に掲出するためのヘッドマーク、開業を記念したコンパスカード、告知ポスターのデザインを行いました。このヘッドマークが好評だったもので、その直後に行われた加田線100周年のヘッドマークもデザインさせてもらいました。多くの鉄道ファンから反響をいただきました。続いてこちらは地元和歌山の酒造メーカー酒販組合さんとの企業プロジェクトです。2015年の大河ドラマ真田丸の放映を記念して、和歌山の酒造メーカー酒販組合が企画した真田幸村由来の日本酒と焼酎のラベルデザインを行いました。焼酎の方はわずか1週間で完売して大変好評をいただきました。続いてこちらは遊波味覚糖さんとの企業プロジェクトです。
有田みかんの果汁を使った新しいグミキャンディーのパッケージのデザインを行いました。2020年3月に全国のファミリーマートで先行販売されました。パッケージも他社製品に紛れないもので好評をいただきました。次にここからは3年生が個別に行ったセミナー課題の紹介です。卒業研究の準備のようなものとお考えください。まず自動車デザイナーを目指す学生が行ったセミナー課題です。スケッチ、クレイモデリング、CG モデル、そしてそれを使った VR による走行シミュレーションを行いました。続いてゲームデザイナーを目指す学生が行ったセミナー課題です。スケッチ、CG モデル、そしてそれを使った VR によるフルスケールでのシミュレーションを行いました。全高20メートルのガンダムをリアルに感じることができます。バンダイさんがスポンサーとなってくれた研究です。こちらもゲームデザイナーを目指す学生が行ったセミナー課題です。スケッチ、フルスクラッチモデル、CG モデル、そしてそれを使った CG シミュレーションを行いました。セミナーの課題だけでなく、デザインコンペにも数多く参加しています。現在までに100件以上の入賞実績があります。ここからは卒業研究についてご紹介しましょう。卒業研究のテーマについて、ある3年間分を抜粋したものです。冒頭にお話ししたデザインを分析、評価、推論するための新しい手法開発。形状デザインや UI、UX デザインはどのようなデザイン要素から構成されているのか、それと感性との間にはどのような関連があるのかに関する研究、さらに開発した新しい方法論を実際の製品やサービス、さらに形成外科手術への応用などまんべんなく行われていることがわかると思います。ただしこの卒業研究のテーマは教員が与えるのではなく、学生が自分の興味や進路に合わせて自由に選択してもらう方式になっています。それでは卒業研究の内容を少し紹介したいと思います。まず形成外科手術への曲線面に関する研究の応用です。原田教授は自動車メーカー時代から曲線面の研究を行っております。一言で言うと、誰が見ても美しい曲線の性質とは何かを数学的に明らかにしました。今日ではこの研究をベースにし、世界各地で研究が行われています。この卒業研究はその研究を人の顔の曲線に応用したものです。鼻の写真左側は幼い頃事故で鼻が陥没した患者さんの写真です。右側はこの研究によりこの患者さんに合った鼻の曲線をテンプレート化し、それを使って形成外科手術を行った結果です。鼻筋も通り息苦しさもなくなったと患者さんに大変喜ばれました。こちらも顔の形状の研究を行った例です。人の顔の平均値を出し、ある人の顔をその平均値と比較して、その差分、特徴を出します。次にキャラクターの顔の平均値を使って、ある人の顔の特徴をキャラクターの顔に付加することにより、ある人の顔の特徴を持ったキャラクターができるというものです。百聞は一見にしかずで、お時間のある時にビデオをご覧ください。次に日本狼の形状を再現しシミュレーションした研究を行った例です。和歌山大学は世界で4体しかいない日本狼の剥製を1体所有しています。しかし100年ほど前に素人が作った剥製なので、その形状が骨格と一致していませんでした。そこで本研究により、日本狼の骨格から日本狼の全身を CG モデルで再現し、動きもつけました。それを VR 中で観察・撮影するシステムの開発を行いました。次に中学3年生の数学、立体の体積をVR 空間で教材化すると、こんなに理解しやすいという教育支援システムの開発を行った研究例です。
左下に映っている人には動画のようなバーチャルの黒板が見えています。こちらもお時間のある時にビデオをご覧ください。最後に研究の発展例をお見せします。ピクトグラムの研究をしていた卒業生がその研究を応用してボードゲームを開発しました。ボードゲームの制作は趣味で、本職は凸版印刷さんのアートディレクターです。同人アナログゲームを楽しもう。携帯アプリやウェブの企画をしている大野さんは大学時代の仲間とゲームを制作。ではゲームの方をね、紹介してもらいましょう。はい、こちらピクテルというゲームになります。おしゃれなんか、はい、パッケージを一言で言ってしまうと、こういったイラストが描かれた透明なカードは60枚入っていまして、60枚、はい、でこれをですね、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、こういった形で重ねたり並べたりすることで、あるお題を表現して、そのイラストが何を表しているかというのを当てるゲームに。あ、すごいな。こちらもお時間のある時にご覧ください。続いて当研究室の卒業生の進路をご紹介します。卒業生の進路一覧です。まず有名企業の本社採用が多いことがお分かりいただけると思います。次にデザイナーや企画者も多いことがお分かりいただけると思います。デザイナー就職には特殊な試験があります。その対策をしていないとなかなか採用されることはありません。当研究室にはそのノウハウがたくさんあり、この実績につながっています。東証一部上場企業本社入社率 75% 以上というのは旧帝大でもなかなか達成できない数字ではないでしょうか。またデザイナー就職は大変狭き門のため、コンスタントにデザイナーを送り出している研究室は美大・芸大の中でもほぼ皆無と考えます。最後にメッセージです。卒業生たちは極めて高い確率で夢を実現しています。当研究室に入ってあなたの夢を叶えてください。 Join us! See you!